こんにちは、チラカのヒロです。前回マジェシティとかイラっとったんですけど、今回 SS バイクをちょっと買おうということでいろいろ探して、最初本田さんの CBR1000RRR っていうのを買おうかなと思ってちょっと考えとったんですけど、であとまあ考えとったと、もう一個新しいのが川崎さんの ZX10RR、 この2台が新しくその2021年でやったら新しいんちゃうかみたいな、リッターバイクやったら。でまあ悩んどったんですけど、まあちょっと昔のレースの友達と相談したら、リッターバイクもええけど、リッターバイクやったらなんかちょっとユーザーさん乗ってる人も少ないんちゃうかみたいな、よりももうちょっとこう手軽な、車検 250cc やったら車検もいらんし、 250cc ベストなんちゃうかということになって、僕的にはリッターバイクが良かったかなと思ったんですけど、確かに見る人からしたらその大きい 1000cc とかなかなかね300万ぐらいするんで、まあ、お値段もちょっとあれな一服しちゃうかなというので、今回は新しくあるメーカーさんから出た 250cc を買おうという話になりました。皆さん今回そのバイクをちょっと知り合いの方に探してもらって手に入れることができました。去年の暮れ終わりぐらい、10月ぐらい発売開始されて、全然もうどこのショップとかに行っても全然ないですみたいな、次の入荷がまだちょっとだいぶ先ですとか言われるバイクで、それをちょっとなんとかいろんな手を駆使しながら今日最速で買おうと決めて、最速ですぐ届きましたということで、今回紹介したいと思います。新しい私の相棒、届いたバイクはこちらです。ZX25R っていうやつです。 250cc で4気筒で、めっちゃ久しぶりに川崎さんが作ったバイクっていうことでゲットできました。で今からちょっとこれを開けていきたい、開けていくって言ったらおかしいですけど、今からちょっといろいろめくって見ていきたいと思います。こんな保護フィルムに巻いてます。ちょっと雨の中に来たんでちょっと濡れちゃってますけど、色もちょっと悩んだんですけど、やっぱりこう緑の川崎さんって言ったらもう定番やから、赤でこう赤っていう、黒赤、このフレームがこれ赤いんですよ。だからなんかいいなと思って、よっ、すごい、音はめっちゃいい音で、よっ、さあ、ちょっと外しちゃいました。さあ、それではちょっと前回りちょっと見ていってみましょうか。よいしょ、見てください、これなんか昭和の、さすがもう最初から入ってますね。なんか結構性能良さそう。何これ、今のサスってもう上蓋だってもとん、なんか僕が昔乗っとったようなレース用のバイクとかやったら、ここ普通にこう肘がついとったんですけど、もうなんかなくなっちゃったんですか分からんすけど、新しくなって、ちょっと一回エンジンかけてみましょうか。さあ初始動いきます。
なら排気ガスの問題で切っときますね。うわ、いい感じにエンジンかけましたね。一発でバチッと始動しました。どんどんやっぱり改造していきたいですね、すぐ。まあとりあえず今回はこんな感じで SS バイクを買いましたの回でした。でまあとりあえず今からちょっと今からじゃないですけど、これからちょっとどんどん改造していきたいと思います。カメラ撮影するのでこの辺に電気回り持ってきたりとかいろいろするんで、またそれ部品の取り付け方とかそういうのはどんどん随時動画にしていきたいと思います。バチッと最高の1台を作っていきたいと思います。マフラーとかもね変えたいんで、ちょっとどこのマフラーにするかとか、やっぱマフラーとか結構大事なんで、ね、どこのマフラーにするかとか、まあ、悩みつつ、改造部品を悩みつつどんなやつにするのかと。あ、そうそう、大場さんからも結構ここのパーツ、この ZX25R のパーツ出てるみたいなんで、まだちょっと大場さんの方見ながら、あと大場さんとビートさんとリップスターさんと、まあその他、あの吉村さんもなんかいろいろパーツ出してるみたいなんで、なんか今ちょっと話題でもうどこのメーカーも結構いろんなパーツ出してくれてて、いじりがいがあるバイクです。あとちょっとどのぐらいのポテンシャルがあるのかサーキットでも乗ってみたいですね。サーキット久しぶりすぎて乗ったらちょっと危ないかな。まあでもまあ250やから、 そのためのこともあります。いきなりあのちょっといけるやろっていうので 1000cc とか乗ったら焦げて、ね、怪我したらあかんので、ちょっと 250cc ぐらいに落として体の感を呼び覚ますという感じですね。それではちょっとこれからまたどんどんこの相棒を使って動画を作っていきたいと思います。それでは、今回ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、通知、高評価よろしくお願いします。Thank you.